ちろです。今日は和歌山の某リーフの方に向かってきたんですけど、まあ波が結構あるみたいで、今はビーチの方に来ています。ここは久しぶり、1年ぶりぐらいに来たポイントなんですけど、まあ腰腹ぐらいあるかなって感じで、まあちょろっと行ってこようかなって思っています。まあここいいですね。結構もう雨降ってきたんですけど、ちょっと上に、橋かなんかあって雨宿りできるんで、まあミニ愛用者には、心強いところなんで、濡れずに着替えできますね。もうだいぶ雨降ってきてますけど、こんな感じなんですけど、わからんかな。まあこの屋根がかなりいい感じですね。なんでまあちょっと歩かないとダメですけど、まあサクッと1ラウンドして、波乗り楽しんでこようかなって思っています。それでは早速海の方行ってきます。Feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating and the air gets tough.結構天気の方回復してきましたね。もうちょっと晴れ間は出てきた感じですね。こんな感じなんですけど、
きましたね。まあ、サイドはちょっと下がってるみたいな。ちょうど潮止まってるんだな。まあでも、まあ10人ぐらい入ってますからね。リーフの方も何人か入ってるように見えますけども、時間も時間なんで、サクッとさーっともう帰ろうかなって思っています。まあまあでもやっぱりこっちの方がまだ波マシなんですかね。リーフの方は結構ぐちゃぐちゃなんかもしれないね。まあまあ、久しぶりにこのポイントに来たんで、もう1年ぶりぐらいに、1回台風の時に来た以来ですかね、去年なんで。まあまあ、ビーチもたまにはいいかなと思って、今日は、こっちの、ビーチポイントの方でサーフィンしました。まあ、あんまり波は良くなかったですけど、まあまあ全然遊べたんで良かったです。はい、今海から上がってきました。今日は和歌山某、ポイントに来ています。まあビーチポイントですね。インスタの方で、朝から入ってた方がおって、まあできますよって感じで上がってたんで、ビーチポイントの方に来ました。セットで腹ぐらいですかね。まあ人も5、6人入ってましたかね。中でこう、なんかここは修正かなんか知らないんですけど、結構ね、お昼のチャイム鳴ったら結構みんな上がっていて、ほぼ貸し切りになりましたけど、まあまあ、そこそこ遊べましたけど、まあちょっと、インサイドで速い波で、まあ難しかったですね。やっぱビーチのポイントは難しいです。まあ、あんまり遊べませんでしたけど、まあ、できるかどうかなと思って来たんで、思った以上に波あったみたいで、まあ、リーフの方は今日は見に行ってないんですけど、まあ、おそらく結構大きいんかなって思いますね。まあ、今もちょろちょろ、ビーチの方見に来てる方多いんで、まあ、ちょっと今日は、まあ、ビーチの方で、ちょろっと1ラウンド遊んできました。まあ多分朝の方が良かったみたいですね。やっぱ潮引いてしまうと結構ダンパー系になってくるっぽいですね。まあ地形もあんまり良くなかったみたいですけど、まあ1ラウンド遊べました。まあちょっと昼前から来て今で2時ぐらいですかね。2時ぐらいなんで、ちょうどもう潮引いてきてるんで、まああんまりやったんかもしれないですけど、まあ全然1ラウンドできたんで良かったです。はい、これで今日の GoPro サーフムービーの方終わりますんで、また、高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。あと、最後までご視聴くださってありがとうございました。それでは今日の GoPro サーフムービーの方終わります。またよろしくお願いします。